357マグナム弾。357S&W マグナム q x 3 3メートル MR あるいは単に。357マグナムはリボルバーカートリッジとして、フィリップ B シャープ、フィリップブシャープ、重機メーカーであるスミスエッソンの、そしてウィンチェスターリピーティングアームズによって作られた。スミスエッソンの 38スペシャル弾が元になっている。357マグナム弾薬は1934年に発表され次第に広く使われるようになった。この弾薬によって拳銃弾のマグナム弾の時代が始まった。357マグナム弾薬は優れたストッピングパワーを持つことで知られている。357マグナムは1930年代の初めから中盤にかけて コルトに直接反応した個人のグループによって共同開発された。当時、38スーパーオートマチックは銃撃戦の盾としての自動車や第一次世界大戦後のギャング時代も参照に出現し始めた初期のボディーアーマーを貫通できる唯一の拳銃弾だった。当時のテストではこれらのボディーアーマーは速度が約を上回る 拳銃弾ならば貫通できることが判明していた。コルト38スーパーオートマチックはこの速度をわずかに上回っていたので自動車のドアや酒の密造業者やギャングが着用していたボディアーマーを貫通することができた。38と357は異なる光景のように見えるが実際には同じが38スペシャルの弾頭の正しい直径である。 38スペシャルという用語は、のような以前使われていた、ヒールド、弾に由来する。これは、薬莢と弾頭が同じ直径である。したがって、これら二つの弾薬の外見上の差は、長さがわずかに違うだけである。これは、単に、下で説明するような安全上の理由による。357マグナムの初期の開発の功績の多くは、狩猟家であり、 実験家でもあったに返せられる。キースの初期の仕事は、38スペシャル弾をより高い圧力になるように、ロードすることで、スミスウェッソンの、38から44ヘビーデューティーやアウトドアーズマンのような、標的射撃用の重い44口径のフレームを用いた。38口径リボルバーのおかげで可能になった。38から 44HV ロードは、通常の、 38スペシャル弾薬よりも大幅に高速になるように38スペシャル弾薬にロードしたものである38から44リボルバーは44スペシャル弾を使う銃の重心とシリンダーを357口径、つまり38スペシャル弾の本当の直径にしたものであるフレーム、シリンダーおよび重心は通常の 38スペシャル用の部品よりかなり頑丈なのでより高い圧力に耐えることができる。38から 44HV 弾薬はすでに入手できないがほとんどの場合、あとの357マグナムに匹敵する通常の38スペシャルの2倍以上の圧力を発揮した。357マグナムは以前の弾薬の安全性の問題に配慮して薬薬卿を延長し、 高い圧力の357マグナム弾薬がより短く低い圧力の38弾薬用に設計された銃に装填できないようにしている。エルマー・キースはまた弾頭の薬莢の外に出ている部分を増加させ、それによって薬莢内部の発射薬を装填する空間を広げたキースタイル弾に貢献した。キース弾はまた大きく平いを採用したので、 より大きな殺傷力を発揮するためにエネルギーを効率よく伝達できた。同時に、この弾頭の形状は、フォローポイント弾のようにへこんだ形ではなかったので、貫通力も高かった。このような特徴によって、キース弾は標的射撃だけでなく、狩猟にも非常に適していた。法執行機関に対する重機の提供者として、再び首位に立つために、 スミスウェッソンは DB ウェッソン大佐の主導で社内の努力を結集し、また全米ライフル協会の技術部門のスタッフだったフィップ B シャープの技術的な助言を仰いで357マグナムを開発した。新しい弾薬はスミスウェッソンの既存の38スペシャル弾薬をもとに開発された。これは異なる発射薬を装填しており、最終的に薬は 8インチ延長された。ケースの延長は薬量を増やすためではなく安全上の問題からである。38スペシャルとキースによってロードされた初期の実験的な357弾薬の物理的な寸法は同じだったので実験的な357マグナム弾薬を38スペシャルのリボルバーに装填することが可能で、これは悲惨な結果を招く恐れがあった。 スミスウェッソンの解決方法は、薬莢を延長することで、これによって、マグナム用の発射薬をロードした弾薬は、その大きな圧力で使うために設計されていない、リボルバーに装填できないようになった。357マグナム弾薬用の弾頭としては、開発中に様々な候補が上がった。スミスウェッソンにおける、開発中に、 オリジナルのキース弾は少し変更され、シャープ、シャープ弾のような形になった。それ自身は、キース弾を元にしていたが、キース弾の後、6の座面を持っていた。キース弾は通常は、オーバーサイズで作られ、後から小さくされた。しかし、ウィンチェスターは、弾薬の開発中に実験を重ね、シャープ弾の形状を、弾頭の輪郭を保ったまま、少し変更した。 最終的な弾頭は、キースとシャープの弾頭を元にしていたが、どちらとも少し異なるものになった。この弾薬は、多くの人々によって、優れた護神用の弾薬とみなされている。フォローポイント弾は、拳銃弾における、ストッピングパワーの究極の基準として高く評価され、極めて信頼できる、一撃必殺の弾薬、エクストリームリーラリオブルワンショットストッパーと評価されている。 ただし、夕日詰め類ややマなどの大物は、人間よりもかなり頑丈な体格を持っているので、500S&W 弾、50アクションエクスプレス弾、44マグナム弾、454カスール弾、41マグナム弾などの、より大きなマグナム弾を使った方が良い。しかし、357マグナムは、小型から中型の獲物に対しては適している。また、 正しいロード以上の重さのホローポイント段か、ソリッドなお優秀内手が注意深く用いれば、適切な距離では鹿を倒すこともできる。さらに、357マグナムのの距離における速度は、元の38スペシャルの重厚の速度よりも速い。獲物に対するストッピングパワーは、45ロングコルト弾とほぼ同じだが、より平らな弾道を持っている。 357マグナムは非常に汎用性に富んだ弾薬で、誤診、死料、標的射撃などの分野で成功している。357マグナムのリボルバーは、357マグナムより安価で、銃声、およびが小さい、38スペシャル弾薬を発射できるという点で非常に便利である。この特徴によって、357マグナムリボルバーは通常の 357マグナムを撃ったことはないが、より威力が低い練習用の銃を購入したくはない。初心者には理想的な銃である。しかし、38スペシャルは通常は357マグナムの自動拳銃、例えばのデザートイーグルや自動小銃には使うべきではない。これらの銃はまさしく動作するためには357マグナムの強いリコイルが必要である。 357マグナムは、西部開拓時代のレバーアクションライフルのような、短くて軽いライフルに使う、二つの用途、デュアルユーズの弾薬としても人気になった。ライフルの場合、357マグナム弾は、重厚初速まで加速されるので、30カービン弾や、32から20ウィンチェスター弾よりも、はるかに汎用性に飛んでいる。年代、後半を入れた。 ボディアーマーに対して非常に有効であることが判明し、金属貫通弾はハイウェイパトロールなどの警察組織で一時流行した。357マグナムリボルバーは警察用としては、ほとんどが現代の相談数の多い自動拳銃に置き換えられたが、バックアップ用に市民のご死人や狩猟用に、また野外活動家、ウッドドーズマンや警備員の間で今でも 非常に人気がある。357マグナム弾薬のいくつかについて、一般的な性能を表すパラメータのいくつかを、下の表に示す。弾頭の重さは、が、一般的である。125グレインの JHP、ジャケットフォホローポイントは、護身用に人気があり、それより重いものは、狩猟によく用いられる。用途とリスク評価に応じて、 発活力は400から700フィート LBF。貫通力はから、以上の弾薬が入手可能である。中エキスパンション。着弾して広がった弾頭の直径。バリスティックゼラチン貫通力貫通する深さ。バリスティックゼラチン PC。永続的な空洞の容石。バリスティックゼラチン。FBI 方式。TSC 一時的な空洞の容石。バリスティックゼラチン。 357マグナムの直接の競合相手は自動拳銃用に設計された38スーパーダンである。この二つの弾薬の弾道特性は非常に似ている。しかし、357マグナムは通常はリボルバーの後継であり、リボルバーは通常の自動拳銃の重心よりも長い重心にすることができるので、そのようなリボルバーから発射された。 357マグナム弾薬は、より良い性能を発揮することができる。精度の面では、357マグナム弾は精密射撃において、最低でも、その基準となる、38スペシャル弾と同じ潜在能力を持っている。良い、357マグナムリボルバーは、38スペシャルワットカッター弾を発射しても、良好な結果を得られる。 このような精度と威力、それにより安価で扱いやすい38スペシャル弾薬を使える反用性によって357マグナムリボルバーはの精密射撃から長距離のホーリングプレートも参照まで様々な練習に使うのに非常に適している。またハンドロードにも適しており、これは経済的なのでよく行われる。これまで述べた通り、 357マグナムは38スペシャルを元に開発された。これが可能だったのは38スペシャルが元々黒色火薬を使っていたので同じ弾頭で同じ速度を発揮させるにはより効率的な無塩火薬の2倍から5倍が必要だったからである。つまり38スペシャルは薬莢が比較的大きかった。 QX19mm パラベラム弾は同じ年に発表されたが、最初から無塩火薬を使い、高い圧力になるように設計されていた。従って、38スペシャルよりかなり大きなエネルギーを発揮するが、その反面、薬莢の容量は1、2以下しかない。ほとんどの 9mm パラベラムの火薬は弾頭の底面までいっぱいにロードされており、圧縮されているものさえある。 多くの38スペシャルは同じ火薬を使っており同じような量がロードされているが薬莢が大きいので薬莢のほぼ半分にしかならない。側年製の火薬を用いた標的射撃用のライトロードは薬莢の1、8しかロードされていないこともある。1年製の火薬をいっぱいにロードするとより大きな威力が得られるが同時に圧力も高くなる。これは古くて 小さなフレームの38スペシャルリボルバーに対してはかなり高すぎる。このような高圧と高威力に耐えられるようにより長い357マグナム弾とそれを扱うためのより頑丈なリボルバーが一緒に開発されたのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。